常識と逆行したっていう時間ない行動分かってないだけさ本当したいっていう単純な感情いわくるいすりゃ無鉄砲言えてみようと祝見ってこと非常事態みたいな日常期待っていう価値観の発想結局はそういうことだよ自分以外は知れないんだよ想像も挑戦もかすったまいずされてんだよ So sadistic story my story 脚色もしようもないいつだってこんな通り思うままに生きてるだけさ楽しむだけ Once in a lifeヤバいくらい笑っていたいいたって普通じゃないのかい変わってないだけさ実際高は成長なんかじゃないどこへいたっていいんだ自分の場所見つけたらこう